こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いています。今日の四字熟語は多情物心です。感じやすくて気が移りやすいが、人の情けを知り薄情なことのできない性格。仏心は仏のような慈悲深い優しい心のことです。それでは今から多情仏心を楷書で書いてみます。それでは今から多情仏心を行書で書いてみます。例えば多情仏心を草書で書いてみます。だから多情仏心の創作作品を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。